ああ骨身に、あ骨に染みますね。疲れと一緒に出汁が出ちゃいます。ゼット、あいつのかっちょごっつい右腕の武器に見とれて油断しちまった。お前が能力者である以上、考えもなしに突っ込んでいったって、また回廊石のあの腕につかまれて力が抜けるのがオチだ。Z は俺かマリモ剣士に任せておくんだ。お前らは手を出さねえでくれ。あいつは俺がぶっ飛ばしてんだ。次はあの腕を避けて俺の攻撃をぶち込む。相変わらず元気がいいな。俺はお前たちを待っててのぼせ気味だぜ。青キジ、皆さん何を慌てているんですか。この方はどちら様。海兵だ。海軍本部大将青キジ。大将、いや久しぶりだな。おう待て。おう大将さんが私たちに何の用ですか。まあまあ生きり立つなよ。俺たちに何の用だ。まさか。まさかも何も、今さらお前たちを捕まえるなんてことはしねえ。俺はもう海軍辞めてんだ。お前たちも知ってんだろ、俺はもう海軍の大将じゃねえのよ。じゃああなたは何なんですか。何って、骸骨に言われたかねえな。大将を辞めた俺ね、正義の味方ってのは違うな。俺は何なんだ。知るか。そういうわけで今はお前たちとことを構える気はないんだな。考えてもよ、そのつもりなら能力が使えなくなる風呂なんかで待ってないでしょう。俺たちを待ってた。そうだ、まあこれ以上はのぼせたくないんで、後の話は外でしますかね。ちょっとやんちゃしすぎちまったんだ。